こんにちはフィギュアスケートファンの皆さん羽生結弦の最新情報を待ちわびている皆様に今日は特別なニュースをお届けします埼玉で開催されるアイスショーエコーズ・オブ・ライフに向けて会場周辺の宿泊事情からチケットのリセール情報までまさに知っておきたい情報をまとめましたさて皆さんはこの2週間にわたるリセール開催が異例だということをご存知でしたか では、どうしてこんな特別な措置が取られたのかその理由を一緒に探ってみましょう羽生結弦の新たな挑戦、エコーズオブライフ・羽生のアイスストーリー第3弾となる「エコーズ・オブ・ライフは」はプロスケーターとしての新たな一歩を示す特別な公演です過去の「ユズる」シリーズの成功に続き彼の演技を通して人生のエコーを感じさせる感動的なストーリーが描かれます 今回の公演スケジュールは以下の通りです。12月7日土曜日開演17時会場15時30分12月9日月曜日開演18時会場16時30分12月11日水曜日開園16時会場14時30分特に12月7日は羽生結弦の誕生日でもあり週末ということも相まってチケット争奪戦は必至です。 チケット情報とリセールの慰霊措置今回のチケット販売にはいくつかの特徴がありますまず10月12日から公式 HP での先行抽選受付が開始され10月26日に当落結果が発表されますその後2週連続でリセールが実施されるという異例の措置が発表されました第1次リセール受付11月16日から11月19日まで 第2次リセール受付11月23日から11月26日までこの2週にわたるリセールの実施はファンの多様なニーズに応えるための柔軟な対応とみられます一般販売や追加販売の有無についても気になるところですがリセールのタイミングに注目することでチケットを手に入れるチャンスを増やすことができます穴場の宿泊情報まだ間に合うかも 公期間中のの埼玉スーパーーパアリーナ周辺の宿泊先は、すす。でに予約が埋ままり始めていますしかし意外にもまだ穴場の宿がいくつか残っています例えば大宮エリアではシングルルームが1泊12.000円前後で利用可能なホテルもあります都内の池袋エリアなら1万円前後で泊まれるビジネスホテルも見つかるかもしれません 特にリーズナブルなカプセルホテルなら、6.000円前後で予約できる場所もありますので、早めの手配が肝心です。羽生譲るの奇跡と写真集、譲る4の発売羽生譲るのファンにとって見逃せないのが、最新の写真集、譲る4の発売です。 2014年のソチ五輪後の「譲る」から始まったシリーズの第4弾であり今回の写真集には2022年のプロ転向以降の2年間の軌跡が収められていますアイスショーや練習中の姿貴重なオフショットまで野と直視のカメラが捉えた自然体の羽生結るが見どころですファンへの感動的なメッセージ「エコーズ・オブ・ライフ」を通じて羽生結るは再び私たちの心を揺さぶります 彼の演技は、単なるスポーツを超え、人生の様々な瞬間を反映する芸術作品となります。観客は、表情での一つ一つのジャンプやスピン、彼の表情から彼の情熱と努力のすべてを感じ取ることができるでしょう。最後にファンの皆様へのお願い。ハニュユズルの挑戦は続きます。彼の歩みを支えるのは、何よりも皆さんの温かい応援です。 この講演を通じて、彼が伝えたいメッセージを一緒に感じ、共有しましょう。ぜひ会場に足を運び、ハニュー・ユズルが描く新たな物語を共に体験しましょう。ファンの皆さんの声援が彼の翼となり、さらなる高みへと導いてくれるのです。ハニュー・ユズルと共に歩み続けるその道のりを、これからも一緒に応援していきましょう。